構なやつが来てるね。第17位にランクインしました。ギャルとマイちゃん。マイちゃんがまさかの動く2着目ということで、動く衣装2着目ですね、これで。トップバッターです。さすがにX の方では載せられなかったっぽくて、YouTube にしてるけど。何韓国版と、英語版の方はなんか、あったけど。へーってなった。なかなか、みたいな。ギャルの方は動かない。購入はします。と、二階堂さんと、ザンさんね。二階堂さんはまさかの、ジャンタマカンの記念ということで、何マージャンパイと、これはジャンタクかな、多分ジャンタクやと思うけど、がついています。値段はちょっと分かんないです。いつもより着せ替え券多くなるのか、そのままなのか。ザンサー持ってないからね。ちょっと。ザンサーの場合、これもうお風呂ちゃうけどね。ただの滝行やけど、これ。滝行ザンサー。雑談中にしようかな。読んでくださいも書いてる。これか。あ、二階堂さんは衣装着てよかったねって感じだね。衣装伝統おかしいやろレベルの日数。もう何？3年じゃ、2年ぐらい出てんのかな。もう俺も知らんねんけど。最後出たのあれでしょ？春節でしょ？いつの春節か知らんねんけど、そもそも。俺がやった頃にはもう出とったからさ。何日ぶりか知らん。磯波さんとかやったら詳しいかもしれんけど。ヨスターは二階堂を覚えていた。磯波さん。こんにちは。いらっしゃいませ。割と、どうだろうね。覚えていたというか、なんというか。まあでも、ジャンタマ館に出る時点でって話だけどね。ジャンタマ館に出るぐらいからそれ覚えてるやろ。誰やこのキャラでならへんや。まあ別に買ってもいいけどね、二階堂さん。いずれ、絆レベル上げるつもりだったけど、なんせその、やっぱりね、出ないんですよね、衣装がね。新作は2020年1月以来という事実。あー、3年以上前か。4年そんな前なの？俺が初めてなんだ。俺が初めてだ、2021年やからね。4年やね、わら。4年か。4年と3ヶ月ぐらい。3ヶ月半ぐらい。えぐいな。千何日出へんのか、じゃあ。365×4 やから。1400日ぐらい出てんのか。いやあ、やばい。まあまあまあ、二階堂さんね。まあでも出えへんとおかしいまで言及したことあったんで、結構前に。出ないとおかしいまであるから、ほんまに。水着出てへんこと自体はすでにおかしいからね。この体型で水着で出へんことがすでにおかしいまである。春節ある、何があるんやけど、
ハロウィンがあるのか。あ、ドレス関係。水着も浴衣もないという。そう、水着も浴衣もねえんだよな。けど和服やからちょっとなんて言うんやろ。米ジネが。なんでこんなカクカクしてんの、気のせいか。なんかね、なんや、まあちょっと不遇な扱い。不遇の女帝。不遇の女帝ではない、そこまで言ってないけどね。まあ出てよかったねまであるけど、実際は、ああよかったよかったみたいな。なんなら特別扱いやからね、一着しかないから、このアイリスの夜という、まあ言えたら1位目の一期当選と同じやん。二階堂さんにしかない服やからね、ないテーマの服やから。ちょっとなんて言うやろ、絵のタッチがかなり変わったなぐらいの感想はあるけど、まあそれでも二階堂さんは全然わかるレベルやし。まあいいんじゃない、ドレス仲間。まあ言うたらドレス関係の服やね、言うたら何こないだの。こういう関係の服装みたいな感じやったら。いやまあよかったよかったって感じですね。で、ね、復刻夏彦くんとかぐや姫、ちょっと今回出費はかさむね。別にいいけど特に気にしてませんけど、自分は祈願じゃないからな、そもそも。確実に手に入る方の出費やからええねん。リンランも割と出しづらくない衣装パッと感がこうなんか頭に浮かんだ感じ、印象出づらそう、なんかちょっと厳しないみたいな。もうか、この衣装も契約者でパジャマ封じられてるもんやから、これユンフォンはこれでハロウィンか春節くらい。ゲンフォンはこれでなんか春節封じられたみたいな封じられた。ゲンフォンこれでこれ春節封じられてるやろこれ。赤要素がないからまだありそう。まだギリなんか。でもなんか、かぐや姫こんなんじゃなかった？かぐや姫の種別こんなんじゃなかったっけ？あれは赤があるからええか。かぐや姫どこ？あ、おった。似すぎやろ。ついになってあるんじゃないかっていうぐらい。お香焚いてるし、長い椅子やし。椅子なのかこれ。これどなんていう名前の椅子これ。なんなんこれ。こういう椅子があるのかな。よくわからんけどね。リンもこれでパジャマ封じられたからね。これはパジャマ封じられてないな。これは封じられてないわ。
契約以上で封じられてる系は結構きついよな、そう考えたら。パジャマ封じられキャラ多すぎやろ、どう考えても。パジャマ封じられキャラ多すぎ。ジージー君は春節封じられてるよ、これで。封じられてるっていうのもなんか言い方変かもしれんけど、ね、夏井君これで秋やそれ秋秋なんとなく色合い的にもみじやし、え、まあそうないけど色合い的な話で色合い的な問題で、なんか春節風これでなんか春節来てもなんかあんまり契約以上そんな変わらんなみたいな感じにならへん実際。赤と白っていうのがね、赤白黄色オレンジ、もみじを梅あたりにすればそうだね、もうそれだけもう化粧変わるからね。チーシー君契約前これやからね。どうなんやろな、チーシー君は契約を好きだけどね。うずみ君はカフェ日和がこれで封じられてる。封じられキャラか。まあでも篠宮くんはね、こんな格好でもなんかハロウィン出たからね、なんかハロウィンでこれ着てても別にじゃない契約衣装やけど、可能性はなきにしもあらずみたいなとこあるけどね。カービィはようわからへん、カービィ露出多かったなんでもいいやみたいになってるからな。契約衣装で損してるキャラ、二階堂さんもなんかちょっと微妙いな、なんか正月とか旧正月はなんか出しづらいかもしれんな、もしかしたら旧正月あるけど。だ今回洋風のドレスということで、よかったねみたいなね。一姫はなんか一通り出てるかな、お祭りとかそんなんか、パジャマとか。ジャンパイでかすぎん、こんなもんか。これお祭りやっけ。お風呂やと思ってしまった一瞬、温泉か関係か思ってしまったけど、温泉次やんと思って。あ、これあれか、お祭りか、足湯誰やっけ、あ、小野寺さんか。
夏予告のをこれついゲットするから俺これいい体してんねー。